おはようございます。今日はこれから神出山田自転車道に行きたいと思います。実はここ神戸なんですけど、びっくりするぐらい田舎です。はい、ここちょっと珍しくてレンタサイクルができるみたいで、この自転車を借りて B 神戸のモニュメントを見に行きたいと思います。では行ってきます。はい、レンタルしてきました。これが私の相棒ちゃんです。はい、レンタルなんですけど、レンタル料が1000円で、免許証とあと予約が必要みたいです。はい、レンタルできる自転車のサイズは子どものサイズから大人のサイズまであるので、家族連れにはもってこいじゃないでしょうか。よいしょ。それでは行ってきます。はい、出発してから30分ぐらい経ちました。結構走ってきたと思う。で、この自動車道なんですけど、写真で見る感じはなんかもう平坦な地をずーっとサイクリングしてるなーっていうような感じだったんですけど、実際に見てみたらこんな感じ。えっ、わかるかな。これね、今すごい緩やかなカーブに見えてると思うんですけど、かなり登ってきてから下ってきました。で、今この場所にいます。めっちゃしんどい。この車と一緒にような走るような感じの道をね、今ずーっと登ったり下ったり登ったり下ったりしてます。かなり険しい、超険しいです。頑張っていきます。はい、乗りながら撮るのは結構危ないんで歩きながら喋ります。はい、この自動車道なんですけど、コース全体で約18キロあるらしいです。ちょっと普段自転車に乗らないんで、18キロが長いのか短いのかあまりわからないんですけど、でもかなりしんどいです。ちょっと待って、今気づいたことがある。今日の朝一、この栄駅から降りたんやけど、今の現在地がここ、現在地ここで、目的地がここ B 神戸。やばい、真逆行ってた。最悪や、ほんまにやばい。この今から1時間半ぐらいかけてきた道をまた戻っていきたいと思います。行きましょう。はい、やっと戻ってきました。マジでここ一番初めに休憩した場所です。そこからね、さっきのところまでだいたい体感で1時間半ぐらいかけて行ったんですけど、帰り道はほぼ坂道やったから、多分だいたい20分ぐらいで帰ってきました。ほんまに楽やったけど、いやー、マジで行き死はほんまにもう地獄かよとか思ってたけどここまでやっと帰ってきたんで、今から栄駅に行きたいと思います。じゃあ行ってきます。みんな気をつけてね。やばい、長旅のサイクリングでお尻が死んだ。めっちゃ痛い。待って、どっちかわからん。ここどっち、こっちかな、分からへん。マジで詳細な地図をください。この自転車さ、チェーンがめっちゃ外れんねんけど、こう立ちこぎしたらガッタンガッタンになってめっちゃ怖い。全然思いっきり焦がれへん。めっちゃ怖い。ちょっと見てもらいたいものがあるんですけど、見たらわかる。やばいやつやん。見たらわかる。やばいやつやん。これはやばいやろ。マジで言ってんの。
自転車道ではない。よいしょ、これは自転車道ではない、人道ではないか。はい、よいしょ。変な声しか出えへんし、よいしょよいしょ。終わりじゃない、あれ終わりじゃなかった。修行なのか。これまだまだ続きます。さっき親子連れの人とすれ違ったんですけど、子供の顔がもう死んでました。かわいそうに。子供にはちょっと体力的にしんどいかもね。やっと終わった。マジで地獄やった。見て、修行ですか。はあ、嬉しい。マジでこっからは平坦なことを願う。かすかにやけど筑原湖が見えてきた。もうちょっとで着くかもしれん。こんなところに売店見つけました。もうお腹ペコペコやったんで買います。ちなみにこれを買いました。なんかパンフレットとかにも載ってるんですけど、土日宿はキッチンカーがここに来てるみたいです。買います。ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。はい、今回なんですけど、リキューハニーとクリームチーズを選びました。ホットドッグかな。めっちゃ美味しそう。このね、リキューハニーなんですけど、結構前にスマリキュー公園に行った時に、その時に食べてるんですよ。めっちゃ美味しかったんです。よければその動画もチェックしてください。じゃあいただきます。ごちそうさまです。じゃあ出発します。はい、筑原大橋到着しました。これね、こっちの上側が自動車の橋です。で、こっちの下側が自転車専用の橋です。すごいよね、2つの橋があって、しかもそれぞれ専用があるっていうのが面白いし、見てください、この光景マジですごい。結構迫力がある、気持ちいい。で、実はあのこの辺ね、この辺に今日の目的地があります。 B 神戸がちょっとだけかすかに見えてる。さあ行きましょう。わーい、マジで楽しい、綺麗、ペイピッピー。やばい、今日もう1日かかったからさ、マジでここに来るまでに。あー、なんかでもこの光景を見てたら何もかも吹っ切れるわ。じゃあ B 神戸モニュメントがある休憩所まで行ってきたいと思います。はい、 B 神戸やってきました。やっと今日の目的地着きました。なんか普通の道路抜けていきなりこんなん出てくるとびっくりしますよね。もう何これみたいな感じですよね。いやー、つけて嬉しい。はい、近くで見るとこんな感じです。結構迫力あります。メリケンパークにあるモニュメントと比べると若干小さいですね。でもこれ結構こだわって作られたらしくて、一つの丸太からできてるらしいです。何でもこの景色に合わせて杉の木を使ってデザインをされてるみたいです。確かに自然にふさわしいデザインだなって思います。いやー、本当にいい場所ですね。さっき近くに行ったんですけど、結構杉の木のいい匂いがしてました。今日見ることができてよかったです。はい、この一輪車のモニュメントなんですけど、なんか結構調べたんですけど、誰が作ったかも分かってないらしいんですよ。で、なんかこのモニュメントを調べてる人がいて、その人もめちゃくちゃ調べてるみたいなんですけど、全然分からないらしいです。謎のモニュメントですね。でもなんかパワーを感じます。そういえばこの神出山田自転車道は1990年からあるんですけど、阪神淡路大震災以降は全然管理をされてなくて、道的にかなり危険な場所だったらしいです。でもつい最近といっても、まあ2018年ぐらいから6000万円をかけて再整備をされてます。で、完成されたのが2020年ぐらいなんで、本当に最近ですよね。確かに言われてみれば道も綺麗で走りやすいです。はい、
さあ、この神出山田自転車道なんですけど、今日もほぼ全部制覇したんじゃないかと言えるぐらい結構行きましたね。っていうのが、今日一番初めに栄駅から降りて、でここからずーっと行って、ここに行ったんですよ、最初に。でもこれね、反対行ってたんですよね。ここからね、ずっとここまで来て、でここで気づいて、で折り返して、ずっとここまで折り返してきて、ここからこう行って、この現在地 B 神戸に至ります。いやー、もう本当に長い旅でした。1日かかりました。だからかなり回れたんじゃないかなと思います。本当にね、めっちゃ疲れてたけど、でもめっちゃ楽しかった。でここの、今からはここからここまで行って、旧筑原サイクリングターミナルで自転車を返して、下までずっと徒歩で歩いて、木津駅から帰りたいと思います。でとりあえず旧筑原ターミナルまで行きたいと思うんで、残りのサイクリング人生楽しみたいと思います。じゃあ後でね、バイバイ。じゃあ今から自転車を返していきます。ありがとう、相棒。返してきました。はい、今回なんですけど、神出山田自転車道行くことができて本当に良かったなと思います。いや、結構道間違えるとかっていうハプニングもあったんですけど、大変な中でも、もうなんせ第3の B 神戸が見たいっていう思いが強くて、もう途中めげようかなとか、帰ろうかなとか思ったりましたけど、やっぱり最後まで達成できて本当に良かったなと思いました。 B 神戸を見たいという思いが強くて本当に良かったなと思います。見れて本当に感動したし、迫力もあったし、自然の中の癒しみたいなものも、普段感じることができないことを少し頑張ってめげずにこう達成しきって、で今回こういう風な感情になれたから、いや、何かをちょっと頑張ってやってみて、それが達成できるっていうことは本当にいいことだなっていう風に思いました。最近行くところは田舎の場所がめちゃくちゃ多いんですけど、やっぱりこういうディープな場所っていいですよね。行くんやったら大阪とかそういう都会のところに行った方がいいと思うんですけど、そういうところって行き尽くされてるんで、やっぱり私は地元の人しかあんまり知らないようなディープなところの方が魅力を感じるので好きです。それにたまにコメントで、私もここ行きましたみたいなコメントもらえると、 Vlog を撮っている甲斐があるんで、モチベーションが上がります。そんなわけで、また次回もディープな場所に行きたいと思います。それじゃあ次回のトリップでお会いしましょう。バイバイ。見てー、綺麗ー。Now that we are on our way, I need to say what used to keep us back were just